休憩にあげとらへんからね。休憩にね。休憩前に引き続き会議を再開します。日程に入る前に、先ほどの西岡議員の一般質問における副町長の答弁におきまして、本により発言の一部を取り消したい旨の申し出がありますので、これを許可します。副町長。どうも皆さん、すみません、先ほど西岡議員の マイクが入ってませんけど先ほどの西岡議員の質問の中で、理事者がの指名委員会についての関与というところで、一切やっておりませんという後に、まあもっと前はちょっと分かりませんけど一切やっておりませんというふうな言葉を発しておりますので、その部分についての取り消しをお願いしたいと思います。どうも申し訳ございませんでした。お分かりします。ただいまの件につきまして、発言取り消し許可をすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって発言の取り消しを許可することに決定しました。これから一般質問を行います。通告順8、金子めぐみ議員の丸1、町民主役の調整についての質問を許します。7番、金子めぐみ議員。皆さんこんにちは。今回は町民主役の調整ということで質問をさせていただきます。私たちの住む今の時代には多くの課題があります。シャッター通りと言われるように中心市街地の活力が低下し疲弊した状況であり、また独居の高齢者問題、歯止めの効かない少子化など、町の暮らしの中で考えていくべきことは山積しています。しかし、そのような中でも、先代から受け継いだ文化、長与町の良さを保ちながら、町民を主役とした町づくりをしていくことが望まれます。今は、町民一人一人の価値観が多様化してきている時代です。とはいえ、そのニーズに全て応えていくことは困難です。それでも、町民の思い、町民全体の思いを確認し、今まで以上に住民の意見を反映した街づくりが求められていくのではないかと思います。今回は町民の皆さんとの会話の中で聞く町民が考える現在の問題点を次の事項を中心に質問したいと思います。1、昨年の国体リハーサル大会を終え、約4ヶ月後に開催される国体本番への取り組みはどうなっているのか。2、各種イベント等、例えばシーサイドマルシェなど、その成果、反省点はないのか。3、公共施設等、例えば丸太荘、長与小学校グランドなど、町民が利用しやすいものになっているのか。4、土日会長により利便性を増したのか。5、えのきの花の商業施設、図書館が完成することにより、また、えのきの花地区に住民が生活をしだすことにより、西小田線の渋滞は予測できるが、今後どのように対処していくのか、以上5項目、よろしくお願いします。町長。では、51の金子議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。1点目の
国体本番への取り組みにつきましては、昨年開催をいたしましたリハーサル大会での経験と反省、課題等への対応策が有効に生かされ、準備業務は順調に進捗をいたしているところでございます。また、町民皆様に大変ご苦労をおかけしております町民参加運動につきましても、リハーサル大会を契機として多くの皆様にはご理解とご協力をいただける状況となってまいりました。中でも5月に実施をいたしました許可イベントでは、沿道でご声援をいただいた皆様をはじめ、およそ2000人もの方々にご参加をいただきました。おかげさまで国体大会への開催機運が格段の高まりを見せ、5月初旬には心配をいたしておりましたボランティア募集も、許可イベントの1週間後には目標の350人を超える登録をいただいておるところでございます。今後の実行委員会の準備業務でございますが、6月に競技会場の仮設業務委託の入札と売店出店者の申し込み集約、8月にはボランティアの出欠意向調査を実施いたします。9月に入りますと、組み合わせ抽選会と実施本部委員並びにボランティアの業務説明会、さらに9月下旬からはいよいよ国体会場の仮設業務を開始することといたしております。さらに町民参加運動の取り組みとしまして、昨年度から各自治会様にお願いをいたしておりますプランター花苗の育成、2つ目にはボランティアでの大会運営参加、3つ目といたしまして地域応援団の編成と各中学校生徒による応援をお願いをいたしております。4つ目には会場での豚汁サービス、5つ目といたしまして各小中学校での応援旗、応援のぼりの作成、6つ目として開始式でのアトロクションや音楽演奏にも町内保育所や小中学校のご協力をいただくよう準備を進めております。事前にしましても、より多くの国民の皆様が関わっていただくことにより、全国からお見えになられた方々との交流と絆が深められ、感動と記憶に残る大会にしたいとの思いで準備を進めているところでございます。2点目のご質問についてお答えをさせていただきます。各種イベント等の成果反省点につきましては、町では各所管におきまして数多くのイベントを実施をしております。もちろん各イベントの計画に際しましては、例えば実行委員会を作るなど、実施時期、目的、参加対象者などについて十分に協議をし開催しているところでございます。またイベント開催後は当然次回に備えて反省会をやっております。ご質問の各種イベントについて、それぞれの成果反省点をこの場で申し上げますのは少し無理がございますので、最近ですが3月9日に開催いたしました中代シーサイドマルセを例に答弁をさせていただきたいと思います。昨年大村湾沿いの国道207号に中代シーサイドストーリートと愛称名を付けたことから、長与町の観光名所として PR を行うために、また交流人口の増加を目的に長与シーサイドマルシェをみっくんの誕生日である3月9日に開催をいたしました。成果としましては、テレビラジオのほぼ全ての放送局並びに新聞各紙、各種ネット媒体等でイベント開催並びに長与町の PR を行うことができ、当日は7000人の来場者で迎えました。反省点としましては、今回発案からイベント開催までの期間が短かったことなどから、周知期間が短いのにお客が来るのかなどの不安から、町内店舗様が出店を控えられたところがありましたので、次回開催する際はイベント内容等を十分精査しながら早めにご案内をしてまいりたいと考えております。
3点目の公共施設等は町民が利用しやすいものになっているのかというご質問でございます。町内の高齢者の多くの方が利用している浴場施設の中で現在の丸太荘浴場施設等につきましては平成13年4月から営業しすでに12年近くを経過しておるところでございます。一昨年ボイラー破損により平成25年7月まで工事がかかり8月より営業を再開したところでございます。丸太荘の運用につきましては開館時間は働く婦人の家1階部分も含め午前9時から午後10時まで、浴場施設の使用は清掃安全点検等もあり正午から午後6時までとしております。浴場の利用以外では社会福祉協議会によるデイサービス配食サービスなどを行っており多くの皆様方にご利用をいただいているところでございます。平成25年度の浴場の利用者は8ヶ月で延べおおよそ1万9000人の方に利用をいただいており、誰もがお風呂に入りリフレッシュや健康増進の場として利用していただいているところでございます。また整備後の活用についてご心配をおかけしております長代小学校旧校舎跡地につきましては長代小学校グラウンドとして利活用してまいりたいと思っております。体育など日々の授業はもちろん運動会や放課後スポーツ教室などでも利用いたします。加えてコミュニティ活動などへ地域への開放も考えているところでございます。4点目の土日土曜日会長の件でございますが本年5月より第2および第4土曜日の朝9時から12時30分まで生活福祉部の一部の業務におきまして窓口業務を開始したところでございます。今回の土曜日会長の目的は自治会回覧板や広報ホームページにもお示ししておりますがお仕事などで平日に役場へ来庁できない町民の皆様の利便性を図るものとしております。現時点で2回会長しておりますが印鑑登録をはじめとし来庁者が37人電話対応が4人となっておりまずまずの成果が上がっているものと判断をしておるところであります。金子議員のご質問に、答えますけれども1番目の5点目ですね。江の家の花土地区画整理事業地内の商業施設の完成による渋滞につきましては大規模小売店立地法により大規模小売店舗立地法により日常的に利用される不特定多数の来客、来社、大規模な物流等を伴うため周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性を有する施設のため店舗設置者が配慮すべき事項として立地に伴う交通渋滞騒音廃棄物等に関する事項を定め大型店と地域社会との融合を図ると定められております。その中で施設の配置に関する事項として駐車場の台数また施設の運営に関する事項として駐車場利用可能時間帯駐車場の出入り口の数および位置等を審査するようになっておりますので商業施設につきましては今後渋滞が発生しないよう事業者と協議を重ねてまいります。なお図書館につきましては建物等具体的な計画が見えておりませんが将来建設が始まる中で各計画課と協議し十分な駐車場の確保等渋滞が発生しないよう検討を行ってまいります。以上でございます。金子議員。
順番の方がちょっと前後する場合もあるかもしれませんけれども、まず国対の方から、再質問をさせていただきます。まずですね、この国対にかかった、これまでにかかった、費用、住民にかかった費用ですね、これの、国、県、町の持ち出し、それぞれの金額をまずお聞きいたします。企画振興部理事。お答えします。これまでにかかったということでございます。すいません、26年の予算ベースで26年までの集計は期待しておりますが、それでよろしいでしょうか。26年度予算ベースまで、含めましてですね、総額で、これ人件費も含んでおりますけれども、3億6千万、約3億6千万でございます。そのうち、県から補助金として受けます、補助金ですね、これにつきまして、7512万1千円、あくまでも今年度の分が見込みでございますので、若干の変動はあるかと考えております。一財の持ち出しが2億8495万ということになっております。金子議員。今お聞きしましたように、この町の持ち出しというのが2億8000万ということで、8000万以上ということで、結構国体を一つこう誘致したということによって町の財政結構その費用として使われているというのがよく分かるんですけれども、今回ですね、やっぱり四十数年ぶりの国体ということで、まず頭にくるのがおもてなし、そのおもてなしということで、来場された選手、そして応援される家族の方、学校関係者の方、まあ、いろいろいらっしゃるでしょうけど、その方たちへのそのおもてなしということで、昨年ですね、まあ、豚汁等を振る舞ったんですけれども、今年は、町長の答弁の中で豚汁を振る舞うということで、昨日の、同僚議員の、質問の中でみかんの無料配布というのがありました。で、昨年ですね、飲み物も同じように無料で振る舞ったというふうに聞いておりますっていうか、会場に行ったときにそのように感じたんですが、今回の国体の本番の時も同様に このような振る舞いをされるのか、おもてなしをされるのか、その点をちょっとお聞きします。企画振興部理事。はい、お答えします。答弁にみかんはちょっと入ってなかったと思いますけども、今年国体で計画をいたしております、おもてなしの具体的な例としまして、まず基本的に自治会の皆様に、ご苦労をかけております花いっぱいでのお迎え、それから2つ目にですね、応援のぼり旗、それから、応援旗を立てると、それから応援旗については終了後各チームにお渡しをして記念にもお持ち帰りをいただくということで計画をしております。次に3つ目としまして、地域応援団、それから学校応援団の編成で試合観戦で応援を行うということにしております。4つ目としまして、昨年同様無料のドリンクサービス、それから豚汁のサービスで、昨年は、時期的にちょうど9月、リハーサル大会は9月ということで、みかんのですね、無料配布も考えたんですが、みかんの生産がまだ早く、時期ではなかったということで、昨年は、みかんの配布はいたしておりません。それから、5つ目としまして、今年休憩所での、みかん無料サービスですね。それから、まあ、開始式等での地元の小中学校による夜茶踊りの披露等を考えております。金子議員。その5つのおもてなしの中で、その
豚汁とドリンクサービス、そして休憩所でのみかん無料配布というところでちょっとお聞きしますけれども、このおもてなしが大切ということは、十分理解しております。で昨年ですね、販売のブースでは、地元商業者の方が、町に勧められて出店をしたと。で入ってすぐにこちらの方が商業ブースだというのがわからないような場所に、あったものですから、そこでその商業者が出店しているというのは帰り際にしかわからなかったんですね。であまりにもこうお客さんがいらっしゃらなかったので、どうですかっていうふうな話をしたところ、やはりその長与町の特産品のアピールも兼ねて販売をしているのいる横で、その丼いっぱいのその豚汁とか無料のドリンクサービスをされ、してるから全然売れないと、で赤字だったという話を聞きました。で、この商業商店主の方たちにこう出店をしてくださいと促したのは、役場の方の方ですし、その点のまず配慮がなかったのかというところをお聞きします。企画振興部理事。ご指摘の通り、来店の皆さんから私はもうきつく、お叱りを受けまして、誠に申し訳なかったなというふうに考えております。売店が売れなかった要因をですね、検証を、出店者等のご意見等を聞いて検証した結果ですけども、まず出場されたチーム、昨年のリハーサル大会、これはもう毎年あの大会に出場されているチームということで、各地方のお土産とほとんどよその大会でもですね、購入して帰ってないということが、私がちょっと事前に下調べが不十分であったということですね。それから、来場された一般の観客も有名選手目当てで、売店に全く目が向いてなかったということもございます。それから、ご指摘を受けました私どもの売店の配置や、動線の配慮不足と、これはもう十分反省をいたしておるところでございます。それから会場で振る舞いました豚汁、これも生活研究グループと食生活改善のグループの方がですね、やはりあまりにも思いが入りすぎまして大盛りに豚汁をついでしまったということで、ちょうど昼前から配布を開始した関係で、そちらを食べてお腹いっぱいになってですね、売店に足が向かなかったと、こういう反省もいただいております。それから出店したですね、大手スポーツメーカーの話では、あのリハーサル大会毎年売れませんという話をですね、終わった後で私も実は伺った次第で、国体の今度開催されます少年女子、これについては、ソフトボール競技の中でも、最も売店が繁盛する競技会ですというようなことで、若干そこには今年の大会では希望を持っている次第でございます。それで、今年のですね、売店の売上向上のための改善策をいくつか、申し述べさせていただきますけれども、まず会場の、仮設物の配線、動線、これを変更いたしております。まず運動広場については、一番エントランスの入り口から売店をですね、並べるというか、今回変更を行っております。それから、どうしてもふれあい広場においては、会場の設営の配置が昨年と変更ができないという状況にございますので、来場者に対してですね、お楽しみ福引券を配布をし、売店内でですね、売店に福引の抽選コーナーを設けるということで、ご来場者を売店の方に足を向けていただくというふうなことも現在準備を進めております。それから豚汁につきましても、今年度は容器を小さくして少量の豚汁でですね、長与の味を味わっていただきたいということで考えております。それから場内での
アナウンス、放送ですね、これも売店ではこういったものを販売いたしておりますという、そういった配慮もちょっと不足していたということで、今年はそちらの方にもですね、力を入れてまいりたいということで、変更点として考えております。以上でございます。金子議員。至り尽くせりで、そのような、地元の業者の方への対応もしていただければ、それは幸いなんですけど、やはり昨年の反省点として、やっぱり起こって午前中に帰られた店舗もあったようですし、まあ、ある個展では1000個のおにぎりを用意して、もう半分以上を捨てた、廃棄したと、そのように赤字を出したけれども、それを自腹で、どうにか賄ったと、そういうふうな話をばかりをここ約半年ばかり聞いておりましたので、次回のこの国体の本番の時にそのような対応をしていただけるのであれば、地元の業者が、出てもやる気が出てくるのではというふうに、まあ、思います。で、まあ、3年前にですね、山口の国体、宇部市で、少年女子のソフトボール大会があったときに、たまたまですけど、ちょっと知り合いが試合に出ておりましたので、行きました。まあ、3年後にここ長与町で同じ大会があるというのもありましたので、どのような感じなのかというのもちょっと興味がありましたので、まあ、行かせていただきましたけれども、この宇部市の女子のソフトボール大会で、何か振る舞いがあったかといったら、私たち、まあ、選手団家族みんなで行ったんですけど、まあ、最近ちょっと改めて聞きましたけど、あまり記憶がない、なんかおもてなしを受けて何か無料で食べたという、そういうふうなちょっと記憶はないけどと。で、じゃあ山口国体全体でどのような振る舞いをされていたかといったら、まあ、各ジュースとか、同じようなその豚汁とか、まあ、振る舞いされているところもありましたけれども、そこはまあ200食、300食の限定ということで、この上の女子ソフトボール大会では、振る舞いはあっておりませんということは、一応お知らせしておきます。で、まあ、その選手にも聞いてそこまで気づかなかったというのは、いろんなことを考えておもてなしといいますけれども、これが過度のおもてなしになっていないのかと。なぜかというと、やっぱりこの2億8000万というお金を使って、やっぱり町民の方の税金を使ってこの国体を賄うわけですから、そこが過度になっていないかというところで、やはり検証が必要なんではないかということで、今回、質問しましたけれども、その点に関しては、いかがでしょうか。企画振興部理事。お答えします。予算的なですね、過度の例えばもてなしということでございまして、先ほど、議員さんから宇部のもてなしがなかったということでございましたが、宇部の方でも、ドリンクサービスはございました。ただ私どもが、国体の担当になりまして、山口それから岐阜東京ということで視察をしてまいった結果では、宇部が一番もてなしがですねなされてなかったと。それはその無料でのいろんな振る舞いの他にも、例えば、選手のもてなしに対する上り旗や応援、開始式での来場者の入場数、全てにおいて、大変失礼な言い方かもしれませんが、宇部市が一番まずかったんじゃないかなと、私の考えではそう思っております。翌年の岐阜の揖斐川町というところに来ましたけれども、今私どもが準備をしておりますもてなしはほとんどなされてたという状況でございます。それと揖斐川町では、町内に旅館施設等もあったにもかかわらず、民泊でですね選手との交流を深めるというふうな取り組みまでされてて、会場での応援も素晴らしいものがあったということで、まあ、岐阜ほどのですねおもてなしはできないとしましても、まあ、何らかその私どもの、町民皆さんの協力をいただいて、心のですね、
おもてなし、そういったものも中心にですね、予算は、岐阜ほどではなく少し控えめにしながらですね、お迎えをしたいというふうなことで計画をしている状況です。金子議員ですね。長与町のその財政って言いますか、それに見合ったその、おもてなし、そのなんかこう無料ですることがやはりおもてなしではないので、心のおもてなしということをやはりこう中心に考えて、まず財政に負担が、来ないような、そのような形で考えていただきたいというふうに思います。で、まあ、その選手にも聞いたんですけれども、そこまでは、まあ、あまり本当は期待していないというか、そういうことはあまりこう感づかなかったというのは、その宇部のおもてなしがちょっとこう足りなかったから、そういうふうに感じたのかな、その宇部に出た選手団の子たちが感じたのかなとは思いますけれども、まあ、どこまでが、求められているおもてなし なのかということを、やはり考えて、国体の成功につながればというふうに思います。で、昨日ですね、同僚議員の方もこの、国体に対する地域の応援団ということでいくつか、質問されておられましたけれども、私の方もちょっと、何点か、質問させていただきたいんですけれども、まあ、いくつかの自治会を、自治会で50人の体制を一つのチームとして作って、それを13チーム、作りまして、各チームに張り付かせて、開会式で顔合わせをして、最後までそう私たちが応援しますということを、そういう体制で臨むことがベストで、ベストの、おもてなしであるというふうに、昨日おっしゃっておられましたけれども、これは私が聞いたのは、その自治会長会という中で、説明を受けましたけれども、この50人が、例えば3日間、優勝まで行くチームに当たった場合、この50人が50人の体制のまんま3日間応援をしてくださいということなのか、だいたい50人でいいから、その50人の中で行けるときにだけ行っていいっていうふうに言われ、おっしゃる、そういう意味でおっしゃられたのか、よくそこが理解できなかったので、できればちょっと今、その50人体制というのがどのような応援の仕方をすればいいのかをお聞きしたいんですけど。企画振興部理事。はい、お答えします。確かに、自治会長会で私のがその、毎日のですね、人員についてのご説明が不足したのかなというふうに思っております。会場の設営、あるいは会場での応援のですね、盛り上がり、そういったことを考えた場合に、できますれば優勝まで、進まれるチームを応援された応援団ですね、については、おそらく3日間出ていただかんといかんという状況になると思います。規模的にも、まあ、50人以上できましたらですね、毎日、メンバーの方入れ替わることは一向に私どもは、そういう限定はいたしておりませんが、応援の規模として50名以上の応援団を編成して会場にお越しいただきたいというふうに考えております。金子議員。まあ、先日ちょっとコミュニティの中で自治会長だけ集まって、話をする中にちょっと同席させていただいたんですけれども、その時に皆さん その理解している感じというのが、その50人、決まった50人がその3日間、まあ、それに対してこう応援来られる方は、それ以上に来られるか、来ても別にこう来るもの拒まずじゃないですけど、もういくら来て応援してもいいっていう、その体制はもう全町民のレベルでもちろん分かるんですけれども、その自治会となった場合に、この50人で、3日間こうずっとその応援をし続けるというふうに理解をしているものですから、ちょっと確認をさせていただきました。で、なかなかやっぱり土曜日と月曜日というのが入っておりますので、土日休みの方ばかりではありませんし、やはり月曜日という平日が1日最後入るということで、まあ、この日は、予備日だったんですかね、まあ、
なかなかこう取りづらいというのもありますので、そこにその、50人の体制が、ばらついたりとかするのではいけないので、その内容的にもうちょっとこう説明を、自治会の方にでも説明をしていただければというふうに思っています。どうもちょっと説明が足りていないような誤解して理解をしている自治会長さんも多いようですので、よろしくお願いしたいと思います。で、この、一つのチームに貼り付けるということなんですが、昨日も、同僚議員が言っていましたけれども、一つのチームを一つの自治会がグループで応援するというのは、それはもう最高のおもてなしだとは思いますけれども、町民のその負担ということを考えた場合に、全試合数で割って、全試合というのは13試合か14試合そのくらい程度だと思うんですね。で、13チームに分けるのですから、その1試合に貼り付けてその両チームを応援するというふうな体制が取れないのかと、話が来たときにはもうこういうふうにしてくださいということで話が来ましたので、そういうふうな、案というか、そういう案は出なかったのか、そのところをまずお聞きします。企画振興部理事。お答えします。当然ですね、私どもも事務局あるいは専門委員会等での中でもそういった話も出ております。ただこれまで戦災圏でも行われてきた、地域応援団等につきましても、やっぱり各チームに貼り付けて応援がなされたということもございますし、先ほど、先日も私申しました通り、やっぱり一つのチームと一体となってですね、地域応援団が、その応援を繰り広げるといった方が、真心からのおもてなしという観点からはですね、チームに私どもの気持ちというものも伝わるのではないかというふうなことで、こういった取り組みでの自治会長会ではご説明をさせていただいております。今ご提案をいただいておりました、各試合ごとに割り振った場合と、各チームに割り振った場合、3つの応援団がですね、2度会場に行けないという その誤差は出てまいりますけども、応援を受けられる各県のチームへのおもてなしという観点から、各県割り当てというふうな方式でですね、ご説明をさせていただいたところでございます。以上です。金子議員。そうですね、上の時にそういうふうなその地域での応援、地域応援団っていうのをちょっと感じなかったものですから、その点もちょっと問題点になるのではないかということで話をしてきましたけれども、イメージとして、この岐阜の清流の国体、この、いただいた写真とか、ネットで見る写真を見ますと、この盛り上がりというのは伝わるような気がします。もうどうせ、そのような形で進めて、やっていくのであれば、ここまで徹底したその心のおもてなし、地域での応援団でのおもてなしというのを徹底してやっていただきたいというふうに思います。で、リハーサル大会というのはやはりかなりの観客数を予想されたと思うんですね。スター選手が来たって来るということで、それなりの予想をしていた。しかし、今回は、全国から選抜のチームで、それよりも来場数も少ないと思いますし、実際に来るのは選手の家族だったり、学校関係者、地元の応援団、視察団、そういう方に限られてくると思います。で、今この時代、おもてなしは、オリンピックでもありますように当たり前のことだとは思いますけれども、その費用とか、住民の税金であることには変わりはないので、至れり尽くせりが当たり前なのかというそういう観点でも再度検討し直すべき点はないのか、そういうことを考慮して、国体の成功をお願いしたいと思います。で、次に、ちょっと飛んで、
土俵会長のことで、先にお聞きしたいんですが、この5月に始まった土曜日の会長というのは、9時から12時半までの、2日を、10日と24日2日間で37人の 来庁者があったということで、まあ成功というか、まあ良かったのではないかというふうに思います。まあ利便性を考えた場合にこれだけのこう、来庁者があるとは、まあ想像していませんでしたので、まあどうなることかとは考えておりましたが、この中で一応37人の中で印鑑登録をされる方が、まあ、一番多かったということで、この印鑑登録というのはやっぱり単発に終わりますので、今後、どのようなそのサービスを、考えていかれるのか、やっぱり半日空けたとしてもやはりこう近隣の広報にもありますように、その近隣のやっぱり、市町村の、役場が空いてないことには転入転出転居などの届け出もなかなかできませんし、そうするとサービスが限られてきますから、それが、土曜日を半日空けて、しないといけないほどの、ものなのかどうか、そこの検証は、まあ、何ヶ月かおくかにされるのかもしれないですけど、今後どのようなサービスを中心にされていくのか、考えておられましたらその点をお聞きします。生活福祉部長。この土曜会中につきましては、一応9月までを一つの区切りとして、まあ、続けてはいくんですけれども、その時点で、減少させていただきたいと考えております。で、まあ、この業務の内容につきましては、先進地であります大村島原を関係する部署で見に行ったんですけれども、その中からやはり住民サービスとは何かという観点から今の業務を絞らせていただいております。ただ、まだ2回しか行っておりませんので、住民さんのニーズがまだ把握できていないということから、9月の段階で、再度住民のニーズをですね、調査いたしまして、今後の対応を決めていきたいと考えております。金子議員。9月に一度、再検討をしてみるということで、その土曜日会長にあたってですね、まあ、半日空けることで人件費、コンピューターの管理費ですとか冷暖房、そういう経費が出てくるかと思いますけど、そういうことの試算はされておられますか。生活福祉部長。きちんとした試算は出しておりません。ただ、やはり会長するということに関しまして、そういう費用対効果以上の、住民へのサービスが必要じゃないかということで考えております。金子議員。その検証の、時点でですね、サービスの幅を広げるとか、まあ、配置の人員数を増やすとか、そういうふうになってきますと、まあ、その分だけ経費がかさんでくるかとは思いますけれども、そういうことも、一応想定しているということで、よろしいでしょうか。生活福祉部長。まあ、人件費につきましてはなるべく費用がかからないようにということで、土曜日4時間ということで12時半まで勤務をさせていただいた、12時45分まで勤務をさせていただくということで、住民の皆さんには12時半までということなんですけども、代休で対応しようということで考えております。で、まあ、連休用につきましても、一応9月の時点ではですね、換算してもらうようにしております。金子議員。その代休で対応しているということですけれども、その取得はきちんと、まあ、5月2回、しただけで始まったばっかりですから、あれですけど、
この代給というのはちゃんと取得できているのでしょうか。生活福祉部長。はい、一応今回の業務職員の出勤に関しましては事前にですね、いつ出勤するのに合わせていつ休みを取るというような、メモを作らせていただいております。でどうしてもその休みが取れないときにはまた変更という形で、やらせていただくような方法を取らせていただいております。まだちょっとまだ2週間1ヶ月経っておりませんのできちんとした報告は受けておりませんけれども、そういう事前にいただくという方法でやらせていただいております。金子議員。その代休を取ることで、長井町の役場というのは少ない人数で最大のサービスを皆さんにというふうに心がけて一生懸命職員の方一丸となって、業務に当たっておられますけれども、この代休を取ることで平日業務のへの、手薄というんですか、支障はないのか、その点はいかがでしょうか。生活福祉部長。議員さんがおっしゃるようにですね、私ども少数の人数でやっておりますので、いくばかりかは影響は出ると思うんですけども、なるべくお客さんが少ないときに半日ですので休んでいただくような、方法を取っていただくように、指示をさせていただいております。金子議員。土曜日のその、午前中の会長というのは町民にとって助かる点は多々あると思いますけれども、まあ、通常業務の、中で の, そのパフォーマンスが落ちるのであればコストがかさむだけで、まあ、そういうことも今後考えていかなければいけないことの課題の一つかと思います。で要するに、まあ、一部 の, 町民に対するサービスにとどまってしまう可能性があるというふうに判断した場合には、やはり例えばその土曜日の午前中の会長を週に1回、例えば8時、9時ぐらいまでに延長して、その時にこう延長の業務を行うというふうな、切り替えというんですか、そういうふうに、する、できるということ、他の自治体ではそういうふうにしているところもありますので、まあ、そういうふうにして、できるだけそのコスト、職員への負担、コスト、そういうものがかからないようにしていただきたいと思います。ただこの項目というのは町長のマニフェストの中にも入っていた項目ですので、この件に関して、町長の見解もお伺いしたいと思います。町長。まあ、これ、議員がおっしゃるようにですね、まず長与町は、サラリーマンの世帯が多い町であります。つまり他の地域と違った特徴としましては、そういう方が多いんじゃないだろうかと。そして、共働きの方々も増えてきているというような状況の中で、長井町は、そういった方々が、月金動けない方々が多いだろうと、であれば、せめて土曜日ですね、動けるような形にとってみようということでですね、そのサービスをやってみようということでございます。で、これはですね、今議員言われるように町民の皆さん方、これら日頃動けない方々へのサービス、そして、働く我々としましてはですね、しっかり組合の方々ともお話をしまして、そして、代表を取れるように、しっかりは給与を取れるような形にしております。で、そういうことを踏まえながらですね、とにかくそのやってみて、状況を見てですね、その後改良すべきところは改良する、そして、改善するというか改善するというようなことをですね、一つ一つ丁寧にやっていきたいと、そのように考えております。金子議員。まあ、今後、まだ一月ということで、今後9月の時点、その後見直す時点で、まあ、税金からの負担も最小限に、質の高い行政サービスを、していただきたいと思います。で、次に、西高田線のことをお聞きします。この西高田線ですけれども、昨日もやはり同じく同僚議員の質問の中であっておりましたけれども、起点であるこちらの役場の方から、終点である西高田の踏切までのこの区間っていうのが、役場の前の橋の完成っていうのは
あの辺りの完成というのは、平成29年度を予定して、まあ、この辺りにぎりぎり間に合うか間に合わないかぐらいで完成するだろうということで、昨日、まあ、議会の中で答弁をいただいておりましたけれども、まあ、この橋の方の、費用に関しましては、やはり執行部のご努力と同僚議員の努力によって、完成が、待たれるところでありますが、今度、反対側のこの西高田の方の踏切なんですけれども、ここはやはり日頃からその渋滞している踏切ということで、まあ、今後の、どういうふうな形になっていくのかというのは、住民の、まあ、課題というか、住民がやはりこう関心があるところではありますけれども、この、向こうの方の西高田の方の踏切なんですが、ここはどのような形になっていくのか、今ある程度、分かっていたら分かるところまででいいですので、どのような形に変わっていくのか、お聞かせください。都市整備課長。マイクを。すみません。ただいまのご質問ですが、問題になるのは、今の高田の踏切のところです、でございます。で当然西高田線っていうのがそこの高田の踏切の手前のところまでで都市計画決定をされております。でその先についてはまだ都市計画決定はされていないんですが、どうしても、役場の方をこうだん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 拡幅していくとどうしても、最終的にはそこの高田の踏切の拡幅に入っていかなくてはいけないっていうのはもう認識しております。ただ そこには用地に関して、昨年来より、用地交渉とかこう言ってるんですが、そこの踏切のところにもう一つ先にちっちゃな踏切があるんです。高田の西高田の防災センターから降りてくる、福音3メートルぐらい の小さな踏切があるんですが、この踏切が、どうしても、今の高田線の方に接続するようにすると、高田の踏切を拡幅してその先にまた、高田線の方に接続しなくてはいけないんですが、そこの交差点とまた近くなって、そこの交差点がなかなか厳しいと。それで、西高田の防災センターから降りてくる交差点から、役場の方に逆に向かって接続するとかですね、そういった方法しか今考えられないんです。でそこの用地についてそこの分の用地の分だけが今ちょっとネックになってて、なかなか解決に至らないっていうところにありますけれども、現在の計画でいけば、西高田線今都市計画決定されている路線で、計画を進めていこうと思ってます。以上です。金子議員。この大型商業施設ができることによって町の発展を願っているということ願っていると思います。しかしその、あの踏切というのはやはりこう地元住民の安全を考えると今狭いですよね。だからといってその3年後のこの、イオンですとか、350世帯の方たちが、住むまでの間に何らかの形でその安全策というのを考えないといけないと思うんですね。でそこに JR が絡んでいたり地元 その地権者の方の、ことが絡んだとかして、まあ、早急にはできないにしてもすぐにはできないにしても、今の時点でどん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 ことを進めないとこの3年後に、あの踏切は今のまんまだったらもう渋滞を待っているようなものなのでその点は、どのようにしようかというその3年後に対して関してどのようにしようかという計画は全然ないということでしょうか。都市整備課長。そこの踏切に関しては全然進展してないということではないんです。やってるんです。ただ、今の現状の踏切を、残すのか、それと、そこの先の方にもうちょっと行って、JR 下越しとか、昨年の議会の答弁でもあった通り、下越しをするとか、オーバーで行くとか、そういったところも、考えはしているんです。で一番地元に対して一番いい方法を取りたい、一回作ってしまえば、もうなんであんなふうに作ったのかなとか言われたくありませんので、そこのところはやっぱり、かなり、吟味をしないと、
その先には進めない。でただ今26、27、28この期間 の時間の中では、そこの橋と、ちょうどツインキャッスルの裏のところの、拡幅のところの方に入っていきます。でその時間の中で、用地の交渉とかですね、そういったところを進めていきたいと思っております。金子議員。ちょっとしつこいようですが、その、3年後をめどに、何らか進展はできるの、進展するんでしょうか。というか、そんな簡単には進展しないと思いますけれども、そこの踏切の形がどういうふうになるにしろ、3年後にこの、ある程度のこう交通量が見込まれるわけですよね、今でも渋滞をしているのですから。だから一回作ってしまえば、なかなかこう、なんでって言われるから、こうやっぱり慎重にこうっておっしゃいますけど、そのやはりこう、喫緊にこういう問題があるって分かってるんですから、緊急なその対処法としても、何らかの形であそこの踏切の安全性というのを保つ必要が、作る安全をこう考える必要があると思うんですけれども。そこはどうにもならないんですかね。手前の方に、素人考えですけど、手前の方にこう用地買収してこう広げるとか、とにかくこうある程度、人が、通るところを確保できて、車が利用できるぐらいの広さの、踏切である ある程度の 年数を対処するって、そういうふうな、考え方はできないんでしょうか。建設部長。今、議員がおっしゃったような計画でですね、地権者との交渉とか、あと、JR との協議とかですね、行っておるわけでございますけれども、ここ3年間につきましてはですね、落馬前の橋梁から、とりあえずはもうツインキャッスルの出口のところまでを完全に仕上げようということでやっております。でその後にそこの踏切のところの改良を絶対必要だとは思っておりますけども、先ほど申した通り、その交渉の状況とかですね、そういったもので、3年後に確実にそこまでできるかって言われればですね、ちょっと厳しいんじゃないかなということで考えております。金子議員。私たちがこう住民単位で気になるのはやっぱり安全っていうことで、で、周辺の方も、夕方になったら一歩出たらもうギリギリまで車が来たりとかしているので、やはりこう早くどうにかならないかという方の、意見、多分もうもちろん当たりにもう何年もこう聞いてらっしゃるでしょうけど、そういうこともまた今まで以上にこのえのきの花が完成することにより、こう意見が出てくるのではないかと思いますので、できることならば、こうある程度の先が見える形で、住民説明ができるとか、協議が終え、JR との協議が先になるのか、地元の方との協議が先になるのかは分かりませんけれども、どういったか、どういうふうな形になるのかというのが早く説明ができるように対処をしていただければというふうに思います。でこちらの役場側の、道路の方ですけれども、これも29年度までにはある程度完成させるその予定であるということで、それが待たれるところですけれども、このえのき の花の土地区内には、もう住民の方が生活をしだしましたよね。でその中にはやはり長与小学校の方に通ってこられる生徒もいるということで、その、児童が登校するのに、まだ こっちの道ができておりませんので、桜会館の方から遠回りをして、通っております。その安全性を考えた場合に、それを考えてもやはりこう一日でも早い完成ということで思っておりますけど、そこはなかなかやはりこう一つの大きな事業ですので、この子たちの安全を考えた場合に、そのある程度、完成したら中の道を通してもらえるとか、
そういうふうなこう配慮を今後していけるような、していけるような、考えというか、そういうふうな方法を、取るつもり、なんていうか、そういうのが、ないか、ちょっとお聞きします。ちょっと質問がちょっとあれでしたけど、お願いします。建設部長。議員さん、29年度の完成ということでおっしゃいましたけれども、私どもとしましては、28年度の、したがって29年の3月、29年3月、3月末ですね、これまでに学生寮の方の進捗もですね、28年ぐらいまでにも完成をしてしまうということで、先ほど言われたように、住民の方ももう住んでおられます。おそらくもうその時期になりますと、かなりの方が住んでおられると思いますので、私どもとしましても、そういう住民の方がせめて不自由かけるわけいきませんので、この28年度までにこの橋梁と新キャッスル横の出口のところまでを完成の形で仕上げたいということで、考えております。以上です。金子議員。28年度、まあ、1日でも早い完成で、地元の住民がその道路を使えるということで、対応ができれば、それに越したことはありません。まあ、その安全な登校のための指導は行っているとは思いますけれども、ここが完成するまでに、やはりその里、まあ桜の開花の方からこう歩いてくるということで、まあ、今後の対応もある程度きちんと考えてやらなければいけないのではないかと思います。で、昨日教育長の答弁の中で、長与中学校が、統合する狭い道路にカラー舗装をしている、その一時的にでもその約まあ2年間でしょうけれども、どちらにしろ、子どもたちの安全というのを考えた場合に、そのくらいのこう、まあ自分の子供に置き換えてという話がありましたけど、そういうふうなことを、できないか。場内の時計で14時15分まで休憩します。言うからね。